懲戒試験を始める前に音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえない時は手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう。 天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。日本語能力試験紹介 N3 これから N3 の紹介試験を始めます。メモを取ってもいいです。 問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1 問題1では、まず、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番女の学生と先生が話しています。女の学生は、レポートのどこを直しますか先生、レポートを書いたんですが、これでよろしいでしょうかあ、もう書いたんですか早いですね。内容は後で見ますね。タイトルの書き方はこれでいいですかうーん、問題ないですよ。 これでいいでしょう。ありがとうございます。他は名前も書いてあるし、番号も書いてあるし。でも名前は名字も書いてください。それから科目名が間違っていますね。この授業は世界の文学ですよ。日本じゃなくて。あすみません。それを直してもう一度出してください。はい。 女の学生はレポートのどこを直しますか 2> 2番会社で男の人と女の人が話しています。女の人はどうやってドアを開けますか 佐藤さん、今日からお仕事をお願いすることになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、部屋の入り方を説明します。部屋の出入り口には、安全のために鍵がかけてあり、関係者以外は入れないようになってます。はい。私たち社員は、暗証番号を押すか、人差し指で機械に触れてドアを開けるんですが、佐藤さんはアルバイトですので、こちらのカードをお使いください。 このカードを機械に入れるとピーッと音が鳴ってドアが開きますのではい女の人はどうやってドアを開けますか 3番女の人と男の留学生が話しています男の留学生は土曜日何をしなければなりませんかあっリーさん今週の土曜日にこの町でお祭りがあって私たち店を出すんだけどよければちょっと手伝ってもらえないお祭りですかいいですね何を手伝いましょうか料理は得意 焼きそばは作れるあんまり得意じゃないですけど、ラーメンなら作れます。そう。うーん、ラーメンはメニューにないから、じゃあ、D さんは注文を取ってもらえるはい。それから、金曜日のお昼頃、もし時間があったら、買い物に一緒に行ってもらいたいんだけど。ああ、昼間は授業があるんです。夕方なら時間がありますが。そうか。 じゃあ,無理、ね、じゃあそれはいいわ土曜日、お願いね。はいわかりました男の留学生は土曜日何をしなければなりませんか 4番博物館で先生が学生に話しています。学生はこの後まず何をしますかはい、皆さん、これからお茶の博物館を見学します。この博物館の1階ではお茶の歴史を勉強することができます。2階ではお茶についての映画が見られます。3階では 実際に様々な種類のお茶を飲んで味を比較することができます。これは皆さんの分を予約してあります。予約の時間まであと10分しかないので3階へ急ぎましょう。それからお土産は1階で売っています。買いたい人は見学の後で買ってください。 学生はこの後まず何をしますか ?5 番レストランで男の店長とアルバイトの人が話していますアルバイトの人は今日 何をしなければなりませんかおはようございます。えっと、田中さんは今日が最初の日ですから、テーブルの食器を片付けることからお願いします。はい。来月くらいから注文を取ることもお願いします。それまでにメニューを覚えてください。はい。ランチの時間の後はいつもお客さんが少ないので、その時に、 メニューを見ておいてください早速今日からお願いしますはいわかりましたそれから他の仕事に慣れてからレジの使い方を教えますねはいわかりましたじゃあよろしくお願いしますアルバイトの人は今日何をしなければなりませんか 6番大学で女の先生と男の学生が話しています男の学生はまず何をしなければなりませんかもう卒業論文のテーマは決まりまりしたか確かインターネットを使った広告がテーマでしたねはい私の国と日本の比較を中心に書きたいと思ってるんですそうですか 論文に関係する本など、資料は読んでみましたか探してみたんですが、見つからないんです。そうですか雑誌や新聞の記事も、いい資料になると思いますよ。自分の国の雑誌や新聞も調べてみたらどうですかわかりました。じゃあ早速。あの、広告研究所っていうのがあるみたいなので、話を聞きに行ってみようと思うんですが。研究所にね。 もう少し勉強してから連絡を取った方がいいと思いますよ。はい。広告関係の仕事をしている卒業生がいるから、もう少し資料を読んだら紹介しましょう。一度先輩の話を聞くといいですよ。ありがとうございます。男の学生は、まず、何をしなければなりませんか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後、問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを1つ選んでください。 では、始めます。一番。女の人と男の人が話しています。男の人がシャツを選んだ一番の理由は何ですか 中田さんそのシャツとても素敵ですねありがとうこの色最高でしょ買おうと決めたのはこの色なんだほんといいですねたまには気分を変えようと思って着てみたらサイズもぴったりでその襟の形今流行のですねあそう知らなかった高かったんじゃないですかいや安かったよ 男の人がシャツを選んだ一番の理由は何ですか 2>, ?2 番女の人と男の人が話しています男の人は今勤めている会社は どんなところがいいと言っていますか。久しぶり。 会社変わったんだってそうなんだ今の会社は残業がなくて毎日同じ時間に帰れるんだようーん前の会社は一流企業で給料もいいって言ってたのにうん確かにそうだったんだけど毎日家に寝に帰るだけだったんだ大変だったんだねじゃあ今は満足してるのうんでも通勤時間が短ければもっといいんだけどね 男の人は、今勤めている会社は、どんなところがいいと言っていますか三番男の学生と女の学生が話しています。男の学生は、 子供の時、何になりたかったと言っていますかあれ、何の勉強をしてるの 公務員試験の勉強。来年試験を受けようと思って。中村くんは卒業したらどうするの僕はやりたいことがまだ見つからなくて。子供の頃は夢があったんだけど。もしかして医者確かお父さん、お医者さんだよね。うん。兄は子供の時からずっと医者になりたいって言ってたけど、僕は全然。そう。僕は小学生の時、 国語の本を読むのが好きで。授業の時、みんなの前で大きい声で読むといつも先生が褒めてくれて。それでアナウンサーになりたいと思ってたんだ。じゃあ、チャレンジしてみればいいじゃない。いや今はもう。あ、それじゃあ国語の先生は中村君、人に説明するの上手だから、きっと合ってるよ。え、そうありがとう。

はコンサートのお知らせです来月20日午後2時から親子で楽しむクラシックコンサートが行われます会場は桜体育館ですチケットをご希望の方はインターネットで番組のホームページからお申し込みください電話では受け付けておりませんのでご注意くださいチケットは郵便かまたは当日 会場の窓口でお受け取りになれますのでお申し込みの時にお選びください大人2000円、子供1000円子です。コンサートのチケットはどのように申し込みますか 5番留守番電話のメッセージを聞いています男の人はいつまでに電話してほしいと言っていますか もしもし、お疲れ様です。営業部の中村です。明日の会議、1時半からですよね。実は急な用事ができてしまって、その時間に間に合わないかもしれないんですが、ちょっとご相談したいので、このメッセージを聞いたらお電話いただけますか。今日は3時半から会議があるので、できればそれまでに。ご連絡お待ちしています。では、 男の人はいつまでに電話してほしいと言っていますか ?6 番女の学生と男の学生が話しています男の学生は海外旅行で 何が大変だと言っていますか山田さん、春休み海外旅行に行くんだって うん。長い休みの時はいつも海外へ行くことにしてるんだ。へえ、ねえ、今回はどこに行くのインドへ行くつもりなんだ。特に計画は立てずに向こうに着いてからいろいろ決めようと思って。僕は観光地に行くより地図を持って自分の知らない街を歩くのが好きなんだ。ああ、外国語ができるからもし道に迷っても人に聞けていいよね。いや、できない言葉ももちろんあるけど。 それはジェスチャーや地図を書いて伝えればいいし結局道に迷うこともあるけどそれもいい思い出になるよすごいなあ山田さんは旅に慣れてるからリュックサック一つでどこでも行けるんでしょいやそういう人が羨ましいよ僕もそうしたいんだけど荷物の準備では苦労してるんだあれもこれも必要だと思うとつい荷物が増えちゃうんだよねえ意外それで お土産もなるべく買わないようにしてるから期待しないでね。わかった。帰ったら楽しい話聞かせてね。男の学生は海外旅行で何が大変だと言っていますか ここで、ちょっと休みましょう。 ではまた続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に 質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 一番大学で男の人が留学生に話しています。皆さん、学生センターからお知らせします。卒業が決まって国に帰ることになったら色々やることがありますから気をつけてください。荷物を国に送ったり銀行の口座を閉じたりしなければなりません。電気や水道、ガス、 それから携帯電話の会社にも忘れずに連絡してください。それと、先生にはお世話になったと思いますから挨拶に行きましょう。帰国後も連絡が取れるように学生センターに連絡先を教えてください。男の人は何について話していますか1 留学するための方法。2>, 2、留学してからすぐにすること。3、帰国する前にすること。4、帰国後の生活の注意点。 2>, 2番会社で女の人と男の人が会議について話しています。すみません。ちょっといいですか来月の会議のことで相談があるんですけど。何の会議あの、海外に新しい視点を作る話の。ああ、あの会議ね。確か15日だよね。はい、そうです。それでメンバーなんですけど、 この前の前会議に出てた人と同じででいいでしょうか。そうだねあだけど今度の話は吉田さんにもいてもらった方がいいなそうですねじゃあお願いしてみますうん都合が合わなかったら日程を決め直さないといけないねそうですねわかりました女の人は。 何について相談していますか 1, ?1 会議を開く場所 2, 2会議で話す内容3会議に出席する人4会議の日程 3番テレビで男の人がホテルについて話していますホテルは食事とととかか演奏会いいいいいろんな使い方があっていいと思います例えば私は仕事でよくホテルに泊まるんですが先日はある会社のベッドが使ってみたくてその会社の最新型のベッドが置いてあるホテルを選んだんです。 買う前に実際に使えたので良かったです皆さんもそれぞれ自分の目的に合わせてホテルを使ってみてはどうでしょうか男の人は何について話していますか一、<S 1> 1 <S ホテルのいろいろな利用の仕方二。 ホテルでの仕事の仕方三。3よく泊まるホテルの部屋4ホテルでの買い物問題四。問題四では。 絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では始めます。一番 友達が本を読んでいます。何の本か知りたいです。何と言いますか ?1 何か読むものある <S ?2, 2 <S 本読んでみたら 3, ?3 何読んでるの 2番、友達の家でトイレに行きたいです。何と言いますか ?1、トイレに行ってきたらどう <S ?2, 2、手を洗ってきたところだけど。3、トイレを借りてもいい 3番会議でみんなに机の上の資料を見てもらいたいです。何と言いますか 1, ?1 資料をご覧ください 2, 2資料を拝見します3資料を見せてくださいますか 4番約束の時間より早く着いたのでここで待ちたいです何と言いますか1あのここで待っていただいてもいいですか ?2, 2あのここで待たせていただけませんか ?3 あのここで待ったらいかがでしょうか 問題5。問題5では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでくださいでは 始めます。1番 1> 山田さんに用事があるんだけど、見なかった ?1 教室にいたよ。2, 2特に用事はないよ。3一緒に見ようよ。 番昨日はせっかく映画に誘ってくれたのに行けなくて悪かったね 1, 1それは残念だね 2, 2ああ気にしないで3本当にごめんなさい 3番あ、山本さん、ご無沙汰しています。お元気でしたか1どうぞ、お大事に 2, 2ええ、本当に久しぶりですね 3, 3昨日はあえて楽しかったです 4番、飲み物はコーヒーしかないんですけど、いいですか ?1、1> コーヒーじゃなくてもいいですよ。2、じゃあ、お茶をもらえますか 3>, ?3、あ、コーヒー大好きです。 5番あの、この書類についていくつかお伺いしたいことがあるんですが 1, 1はい、何でしょうか 2, 2特にありませんけど3さあ、いくつかわかりません 6番。いらっしゃい。お待ちしていましたよ。どうぞお入りください。1>, 1。ぜひいらっしゃってください。2。2> では、お邪魔いたします。3。いえ、待っておりませんが。 7番。一緒に行くって約束してた研究会、僕行けそうにないんだ。1。1> 研究会、中止になったの 2>, ?2。よかった。一緒に行けることになって。3。え何か別の用事が入っちゃった 8番あのすみませんがこの山ではごみを持ち帰っていただくことになっていましてじゃあ持っていっていただけるんですね 2> 2いえせっかくですが結構ですあっここに捨てちゃいけないんですね。 9番。説明会でお客様を怒らせちゃったこと、課長に話しといた方がいいんじゃない ?1。確かに言わない方がいいね。2>, 2。そうだね。早速報告するよ。3。3> どうして課長に話しちゃったの